ただもう少しすれば出てくるよ。力もついてきて、もっと野球上手になるよ。で、いつも言うことだけども、練習は自分のためにやってよ。どうせやるんだったら一生懸命やって、上手な野球選手になってください。幸い、みんな中学校行っても野球やりたいなとかっていうことを聞いてますので、どうせやるんだったら、思い切ってやるということを思ってやってください。あと、今年ブログによると68試合、そのうち新人戦があるんで、6年生は64試合です。この64試合っていう試合、自分たちが好きな野球できたっていうところを少し考えてみてほしいと思います。64試合組むためにここにいる監督すごい苦労して64試合組んでくれました。そのぐらい好きなことをできたっていうことで監督に感謝をしてほしいと思います。それからここにいる佐藤コーチと鈴木コーチ、鈴木コーチなんていうのは今土曜日日曜日休みじゃないです。でも来てくれる。佐藤コーチ今秋田です。雪かきで大変なんですよ。帰ってきても子供3人もいる。でも暇を見つけて来てくれる。すごい嬉しいですよね。そういうのに感謝しなきゃいかん。最後に、お父さんとお母さん、みんなの送り迎え、例えば朝7時集合、お母さんなんちゅうのは5時には起きて朝ごはん弁当食べ物投げない。すごいみんなのためにやってるよ。そういうの少し感謝の気持ちを持ってこれからも頑張ってください。終わります。